いたずら好きでド S な応募が出てくるよ。皆さんこんにちは、ルブインチャンネルです。イエイ。今回はチャオさんのコミックスの新刊数冊あるので、どんなお話かドドンと紹介しちゃいます。なんと今回紹介するのはこちらの6冊です。まずは1冊目、はい、このボーイフレンド3巻になります。これは亡くなった恋人くるみちゃんを忘れられないゆずるくんに思いを伝えたけど振られちゃったさらちゃんです。で、一度は思いを捨てようとしたんだけどやっぱり忘れられなくて、で、そんな時キリナくんがゆずるへの思いを断ち切るために、そんなさらちゃんに、ねえ、俺のこと利用しない、ゆずるくんを忘れるためにって提案したんですよ。それでその提案にさらちゃんが乗るのか乗らないのか、それはこのボーイフレンドを読むとわかります。でも本当に読んでてこっちもすごい切なくなっちゃうから、あーみたいな、そこはもうそうじゃないみたいな感じで、自分もちょっとドキドキしながら読んでました。はい、こちらおすすめでございます。私の名前はアリス、何か困ってることはない？はい、そして次はブラックアリス3巻になります。はい、こちらは超ホラーコミックスになっていて、恋愛とは全然別のものなんですが、ちょっと怖かったり、このアリスちゃんが渡してくるアイテムを使うと別の世界に連れて行かれちゃったりする、すごい楽しいお話です。もしも困っていることがあればアリスを呼んで不思議な国で悩みを解決してくれるそうです。そしてこの3巻にはなんとアリス誕生秘話を収録、ヒヤヒヤドキドキする話です。はい、次は謎解き姫は名探偵13巻になります。この本は主人公の日の実がメガネを外すと華麗に謎を解決する謎解き姫に大変身しちゃいます。謎解き姫が華麗に事件を解決しちゃいますが、事件を解決している謎解き姫の姿がすごいかっこいいです。はい、そして次は、じゃじゃん！スイーツ怪盗バニラブーになります。イエーイ！こちら4巻で完結編になっております。こちら可愛い怪盗バニラブーなんですが、普通の中学2年生小麦。でもその正体はバニラブーンという怪盗なんです。奪われたものを悪い奴から盗み返して元の持ち主に返す正義の怪盗です。怪盗を続けるためにはその正体は絶対に秘密なんですが、ある人にバレちゃった。ラストまで手に汗握るシリーズ完結編になります。1巻から読んでる人はもちろん、4巻からでもしっかり楽しめるいい作です。イラストもすっごく可愛いですよ。おすすめです。そして次は、悪魔くんの彼女4巻になります。これも4巻で完結となっております。超デラックスの大人気連載作品、ついに完結でございます。わきあって彼カノのふりをしている白菊と黒谷、最初は気が進まなかった白菊だけど、本当に黒谷のことを好きになってしまって、黒谷との距離を縮めたいけどなかなかうまくいかなくて、天使と悪魔の2人の恋の行方は最高にハッピーな完結になっております。いや本当にこれは良かった、超見てて面白かったです。もうドキドキヒヤヒヤしちゃうんだよね。いたずら好きでド S な青葉も出てくるよ。ぜひ読んでみてください。そして最後に6冊目がじゃじゃん、最強学園になってます。こちらも超ホラーコミックスとなっていて、めっちゃくちゃ怖い話が詰まっております。この最強学園に怖い話が6作収録されております。超怖くて見てて、えぇみたいな感じで、こんなに怖いのって感じで、もう怖い話が好きな人はこれを見るのをおすすめします。最後怖い話どちらかというと、まあ前は好きであったけど、今やっぱり見ると、まあちょっと怖いかな。夜に見ると一番怖いです。怖いけどすごい見たくなっちゃうお話になってます。6作も入っているのでとっても見応えがあります。ホラー好きの方、ぜひ見てください。そして、神漫画祭。超2019冬を開催するそうです。こちらのボーイフレンドとブラックアリスに加え、1月31日発売の猫はじめました5巻、激カーデビル6巻、終わる世界で君に恋する8巻にサイン入りの
書き下ろしイラスト生写真が入っています。こちらでございます。こちらです。見たいでしょ。買ってください。こちらの帯が目印となっております。また超2月号3月号今言ったコミックスについたこの応募券2枚を貼って応募するとお釣り限定デザインの図書カードが100名様に当たります。こちらの帯に詳しく載っているのでチェックしてみてください。以上でチャオさんのコミックス新刊を紹介してみました。本当に面白いから皆さんぜひ見てみてください。また見てね。バイバーイ。